アイスレーベン視聴者の壁に残る対立オーヘルマンフォン、ザルムの彫像18世紀のパリのオテルド・サルム、ザルムイコール・キルブルク家の居城ザルムザルム家の現在の居城であり、ザルム公国の君主の居所でもあったアンホルト城。ザルム家は、モーゼルガー流域地方の領主の家系で、神聖ローマ帝国の帝国白家の一つ。ウェロレーヌ及び、ルクセンブルクを支配していた、アルデンヌ家のであり、 加盟は、アルデンヌ地方のビエルサルム城とアルザス地方、ボージュ山脈のサルム城に由来する、旧シュタンデスヘルカモンであり、ドイツでは、現在も存続する、上級貴族の家系の一つである。アルデンヌ家の子祖ウィゲリックは、ロタリンギア宮中博となり、その息子ジークフリート一世は、最初のルクセンブルク博となった。その孫のギゼルベルトは1036年に、ザルム博、 ギゼルベルトは、長男のコンラート一世に、ルクセンブルクを継がせたが、次男のヘルマンに、ザルム伯爵領を与えた。このヘルマンが、ザルム家の直接の子祖である。ヘルマンは1081年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ四世の対立王として、ローマ王に選ばれた。ヘルマンの孫息子のザルム伯ハ,ハインリヒ一世は、1163年、ザルム伯爵領を、分割相続させた。 息子のハインリヒ2世が、ボージュサン・ムヤク地方に位置するウェザル・ムハクシャクリョウを受け継ぎ、娘向子のビアンダン・ハク・フリードリヒ2世が、アルデンヌ地方に位置する、シタザル・ムハクリョウを相続した。これ以降、二つのザル・ムハクシャクリョウは、帝国領において、別々に発展していくことになった。また、シタザル・ム諸家は、団系では、シュポンハイ向けの冒系が受け継いだ形となった。 シュポンハイム家冒険のカザルムハク家は1416年に断絶し、近親の領主家門、ライファーシャイト家が加盟及び領地を相続した。息子のいない、ニーダーザルムハクハインリヒ7世は、親戚で孤児のヨハンの世、フォンライファーシャイトを引き取って、息子同然に扱い、遺言で彼を相続人に指名したのである。ところがハインリヒ7世の娘婿のアルテンバウムベルク、 ハ白夫が相続請求を起こしてライファーシャイト家の相続に異議を唱えたため1456年にルクセンブルク公爵領の評議会がこの遺言を合法と認めるまで相続問題は決着がつかなかった。1460年になりヨハン5世の息子ヨハン6世はザルムハクの称号を名乗った。ヨハン6世の子孫からは以下の3つの家系が分かれた。 ザルムライライツ家は1790年に帝国諸侯に列せられた。1945年に本拠であったモラビア地方のライツの所領を没収され、オーストリアの主体力上に本拠を移した。ザルムライファーシャイト・クラウトハイム家は1804年に帝国諸侯に列せられた。1888年には断絶したザルムライファーシャイト・ディーク家の相続人となって、 ザルムライファーシャイト・クラウトハイム・ウント・ディーク家と名乗ったが、1958年に、絶景した。ザルムライファーシャイト・ディーク家は、ディーク城を本拠とし、1816年に、プロイセン王国の公爵に列せられたが、1888年に、断絶した。ボージュ山脈に位置するウェザルム博家の本拠は、シルメック郊外のサルム城であり、この城は、 ストラスブールの南西約45キロの地点にあった。白爵領は北のストラスブール大四教領と南のロレーヌ公国の二つの大両方に挟まれていた。ウえザル無白化は15世紀の分割相続を経て、17世紀には断絶した。ウえザル無白領の半分は17世紀初頭、除白ク,クリスティーヌとロレーヌ号フランソワ2世との結婚を通じて、 ドレーヌ公爵領に並行され、残り半分は、近親のラインハク家に相続された。ラインハク家の子孫もザルムハクの称号を名乗り、以下の4つの家系に分裂した。着系のザルム家は、1623年にフィリップオットーが帝国諸行に列せられたが、1738年にルートビヒオットーが男子継承者なく死去し、絶景した。ザルムザルム家は、当初は、 バドンビエを本拠としたが、1751年にスノーヌに本拠を移した。1647年にアンホルト伯爵領及びアンホルト城を相続し、1739年にザルム公ルートビヒオットの娘婿で継承者のニコラウス・レオポルトが帝国諸行に列せられた。1766年、ドレーヌとフランスの学校によって所領が、 フランス王国の領域に組み込まれ、1793年にはフランスに併合された。ザルムイコールキルブルク家は18世紀にパリに本拠を移し、1742年に帝国諸公に列せられた。1794年にフランスに併合された。1905年、最後の当主の帰遷結婚のために、静着の血筋が絶え、絶景となった。ザルムホルストマル家は、 1816年にプロイセン王国の公爵に列せられた。ザルムザルム家とザルムイコールキルブルク家は1803年の帝国代表者会議主要決議により、ミュンスター市協領の南半分を保証として割り当てられた。両家はこの保証地域を共同統治国としてザルム公国を創設した。公国の首都はボッホルトに置かれた。公国は1811年に フランスに併合されるまで存続した。http コロンスラッシュスラッシュ w w w c h a t e a u d e s a l m o r g スラッシュ。サイトシリフトでアカナージェシクツベラインズ10バンドアーヘン1888ありがとうございます。